休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行します。20番中川優子君。ありがとうございます。それでは質問を行います。日本共産党岐阜市議団を代表いたしまして順次質問いたします。よろしくお願いいたします。まずはじめに新年度予算についてです。岐阜市の財政団全体の中で基金について今回はお聞きをしたいと思います。財政調整基金、また翌年度繰越金といった余裕財産、それと多額の特定目的基金が岐阜市の財政の中でも特徴的なものだと思います。不測の事態に備える財政調整基金は過去の議会答弁で最低40億円必要という目安を当局が説明をされていますが、26年度末にはそれをはるかに超える152億円、これは過去最高レベルになっています。これら一般会計、特別会計合わせた基金の総額というのは平成26年度末で396億円と過去最高額に達しています。一方、市民生活はといいますと、生活保護世帯や就学援助の利用者は増加傾向にあり、また国保料の滞納世帯は5世帯に1世帯、介護保険の滞納者は3000人近く、市民税の滞納は1万3000人以上と、明らかに生活に困窮している市民が増えているのが現実です。今議会に請願として出されている無料低額診療の薬局への拡大や学校給食費の無料化など、いつの議会でも切実な声が市民の皆さんから届けられ、市が独自に行うべき緊急課題は多くあると思われます。平成26年度もさらに基金が過去最高額になるということは、率直に申し上げて違和感があるということを申し上げておきます。そこで新年度予算について1点市長にお聞きします。新年度予算ではこうしたこれまでの基金に加え、新たに福祉健康医療基金が新設され、平成27年度は10億円の積み立てが計上されています。積み立ての目標は当面30億と非常に大きい額が予定されていますが、目的は子ども医療費、病院や保健所建設など考えたい、これから考えたいということで、明確な説明がされていません。一体何に使うために積み立てるのか、この基金の具体的な目的は何でしょうか。続きまして介護保険事業についてお聞きします。介護保険制度が始まった第一期2000年の時ですが、この当初の岐阜市の介護保険料は基準月額が1500円、今年度までの第6期は基準月額が4840円、そして来年度第7期はさらに5780円に引き上げられます。国による4月の介護保険制度の改悪はこうした保険料の上昇を抑えることが口実でしたが、たとえ改悪が行われたとしても、厚生労働省の推計では10年後の2025年にはさらに現在の 1.6 倍になるとされています。現在の介護保険の財政的な枠組みは公費が5割、そして保険料が5割となっており、高齢者が負担している高額な保険料も近い将来限界に来るのではと思われます。福祉部長に3点お聞きします。1点目は介護保険料の滞納状況です。そしてこの保険料の滞納により、実際に介護サービスが制限されている状況はあるのでしょうか。お聞かせください。2点目です。保険料は介護保険制度がスタートしてからこの15年間で 3.8 倍にも跳ね上がっています。
物価は上がる一方で、その一方で年金は下がり続けており、高齢者の生活実態は厳しいものとなっています。滞納により必要な介護が受けられない高齢者を生み出さないためにも、一般会計からの繰り入れによる介護保険料の値上げ中止と保険料の引き下げが必要かと思われますが、どのようにお考えでしょうか。3点目です。保険料の引き上げに続いて、この8月からは一定以上の所得がある高齢者は、介護サービスを受ける場合に今までの倍の2割の負担に引き上げられます。現役並みの収入と言われていましたが、国会の審議で実はこの2割の対象の中には、預貯金を取り崩しているような階層を多く含んでしまっていることが明らかになっています。さらに問題は、基準が前年の所得とされている点です。例えば、現役で働いている65歳以上の方が、突然脳梗塞などで倒れ、要介護となった場合、失業により収入はなくなったにもかかわらず、最悪の場合、その年と翌年まで2割負担となる恐れがあります。本来必要な介護サービスなのに、介護を受けるのを控えざるを得ないことがないよう、介護利用負担の減免規定について、いかがお考えでしょうか、お聞かせください。続いて、子ども若者支援についてお聞きします。子ども若者を取り巻く問題というのは多岐にわたっております。国の子ども若者育成支援推進法は、若者の高い失業率や不安定雇用の増大を本人の自己責任として片付けずに、社会的背景に大きな要因があるとして、社会全体で責任を取り支えていこうという内容になっています。岐阜市でも、これまでは直接関わることが少なかった義務教育卒業後の若者までを対象として広げ、総合的な支援を行う取り組みが総合支援センターで始まっており、期待をしているところです。浅井副市長に一点お聞きします。平成27年度から子ども未来部が創設され、子ども若者総合支援センターはその中に課の扱いで組み込まれるということです。事前の説明では、子ども未来部は少子化対策を総合的に企画立案するために創設ということですが、子ども若者総合支援推進法の趣旨から言うと、そもそも少子化対策という枠では子ども若者支援は位置づけしきれません。実態に即して整理をするならば、子ども未来部の役割というのは子育て支援、これは家庭や学校などに対しての子育て支援、それと子ども若者支援、これは子ども本人、若者本人の成長発達の支援、この2つの柱を持ち、どちらに関しても政策立案が必要だと思いますが、いかがでしょうか。子ども若者総合支援官に2点お聞きします。1点目、子ども若者総合支援センターの開設から1年が経ちました。義務教育終了後の若者の相談件数やその特徴はどのようなものがあるでしょうか。2点目です。昨年も質問いたしましたが、20歳以降の若者への支援についてです。現在、この子ども若者総合支援センターで対象となっているのは、20歳までですので、対象外となっている20歳以降という問題です。この20歳以降というのは、就職や転職、進学など人生の模索の真っただ中でもあって、社会的自立を支援する総合支援センターの役割というのは非常に重要になってくると思われますが、この対象年齢の引き上げについていかがお考えか、お聞かせください。最後に、新市庁舎と地域の事務所の行政サービスの在り方についてお聞きします。岐阜市の総合計画、基本計画によりますと、全国の傾向と同様に、岐阜市でもこれから先、人口減少とともに
高齢化率は上昇します。10年後には高齢化率は 30% を超え、高齢化世帯の2割が一人暮らしとなる推計も出されています。車を持たない高齢者の社会的な孤立、また同一の岐阜市内における地域間格差を防ぐには、わざわざ本庁に出向かなくても自分が住んでいる生活圏で行政サービスが受けられるよう、身近な行政施設を充実させることが必要不可欠です。以前もこの議場で発言をさせていただきました。先日こうした新たな行政サービスのあり方も盛り込んだ岐阜市都市内分権推進構想案が発表されましたので、改めて質問をいたします。この構想案はおおむね10年間で住民自治の拡充、地域の住民サービスの拡充、そして地域の拠点づくりという3点でこれから先の方向性を明確化するというものです。特に地域の住民サービスの拡充というのは興味深いものがあります。企画部長に一点お聞きします。パブリックコメントが終わり、現在は最終的な構想をまとめておられる頃だと思いますが、この身近な行政サービスとして地域事務所やコミュニティセンターをどう位置づけ拡充されるのでしょうか、お聞かせください。以上で1回目の質問を終わります。市長細井重光君。はい、ただいまのご質問にお答えをいたします。市民福祉健康医療基金の目的並びに具体的な使途についてのご質問であります。まず新たに設置をいたします市民福祉健康医療基金の目的についてでありますが、我が国は今後世界に例を見ないペースで少子高齢化が進むものとされております。生産年齢人口15歳から64歳までの方のことを指しますが、この生産年齢人口を見てみますと、ちょうど今から10年前2005年には8400万人ありました。それが現在2015年10年後の現在で700万人減りまして、現在は7700万人というふうに言われています。さらに今後10年後2025年の数字はさらに700万人減って7000万人になるだろうと、こういうことで減少の一途をたどる見込みであります。この生産年齢人口の減少というのは、さまざまな行政サービスを支えております納税額の低下に直結するわけであります。65歳以上の人の全人口に占める割合を、高齢化率とこう言いますが、これを見てみますと、10年前2005年にはこの高齢化率は 20% 程度でありましたが、現在は27% ほどに上昇しております。さらに10年後の2025年には約 30% を超えるのではないかと、つまり3人に1人が高齢者になるだろうと、こんなふうに言われておりまして、これに伴いまして年金や医療などの社会保障費が増大してまいりまして、皆さんもご存じのとおり国においては毎年1兆円規模で増えてきているということであります。このように少子高齢化の進行といいますのは、納税額の減少、また一方で社会保障費の増加ということになるわけでありまして、今後国家財政の持続性を左右するしかねない大きな課題であるというふうに思います。こうした傾向につきましては本市におきましても同様であります。特に生活保護をはじめとする障害者や高齢者等への福祉サービス、あるいは各種医療費助成などの社会保障費に充てる一般財源、岐阜市の一般財源は旧柳津町と合併いたしました平成18年には160億円ほどでありました。現在新年度予算におきましては230億円弱というふうになっておりまして、この9年間で70億円、率にして 42% も増加をしているわけであります。この社会保障に必要な一般財源230億円は、
本市の歳入の根幹であります市税収入約650億円でありますから、この650億円に占める比率は約 35% と、まあ、大変大きな額になっております。またこれは今後ともさらに毎年 3% から 4% の増加が見込まれるわけでありまして、10年後には現在230億円のこのお金が300億円規模になるだろうと想定をされるわけであります。先にも答弁しておりますように、27年度から入りを図る施策を積極的に展開していくと申し上げておりますが、現役世代の減少が進む中で市税収入の大幅な伸びは期待しがたい状況が今後とも続くだろうと、こういうふうに思っています。こうしたことに鑑みまして、市民の皆様の日々の生活を支える社会保障サービスを将来にわたって安定的に、いかなる状況下でも安定的に提供していくためには、まあ、事前の施策となる備えが大変重要であるということで、この観点から基金を設置したものであります。そこでこの基金の使途、使い勝手についてでありますが、まあ、市民の皆様方の健やかな生活を支える福祉、健康、医療に係る行政サービスが中心となります。まあ、具体的には生活保護をはじめ、障害者、高齢者、児童向けの給付などの福祉サービス、あるいは予防接種費などの健康増進に係る事業、また子どもや一人親家庭等への医療費助成や後期高齢者医療の療養給付費などを想定しております。また加えまして、これらの諸施策を支える保健所などの各種施設の整備、さらには健康づくりなどを目的とするソフト事業なども対象にすべきものと考えております。いずれにいたしましても、基金は将来的に見込まれる財政需要や災害などの不測の事態に備え、計画的に資金を積み立て、また必要に応じて取り崩すことによって、いかなる状況下にあっても市民サービスを安定的かつ継続的に提供していくため設置するものであります。本市における今後の行政課題を中長期的に見てまいりますと、ただいま申し上げた高齢化の進展に伴う社会保障費の増加増大、あるいは岐阜市100年の体系ともいえます新市役所新庁舎の建設、あるいは教育施設の老朽化に伴う増改築など、一時的あるいは継続的な財政需要への対処が必要となります。そこでこれら財政需要を的確に見込むとともに、社会情勢、社会経済情勢のいかなる変化にも柔軟な対応が可能となるよう、計画的に必要額を積み立てているところであります。今後とも市民サービスの安定的な提供という行政の責務を全うすべく、基金の計画的な活用を図ってまいりたいと考えております。福祉部長、服部剛君。介護保険についての3点のご質問にお答えします。1点目の介護保険料の滞納状況と給付制限状況についてですが、平成25年度の滞納者数は2651人であり、滞納者の割合は被保険者の 2.31% となっており、平成24年度は 2.32% であったことから、ほぼ横ばいで推移しております。平成25年度の中核市の滞納者の割合の平均が 3.11% であったことから、比較的低い状況であると考えております。次に介護保険料の滞納による給付制限の状況についてですけれども、平成27年2月の時点で滞納されている方のうち、償還払いとなっている方が34人、自己負担が3割となっている方が47人で、残りの方は給付制限がなされていないか、介護保険サービスを使っておられない方であります。介護保険料の納付が困難な状況になった方からの問い合わせに対しましては、収入や生活状況をお聞きし、減免や
減額制度の説明、納付相談、指導を行い、合わせて介護保険の制度にご理解をいただけるよう、ご丁寧に説明を行っております。2点目の介護保険料の値上げ中止と引き下げの必要性についてどうかということでございますが、介護保険料は介護サービスに必要な費用、40歳以上の人が納める保険料と、国、都道府県、市町村の公費で 50% ずつ負担して賄われております。保険料の 50% 分については、40歳から64歳の第2号被保険者が 28%、残りの 22% を65歳以上の第1号被保険者が負担することとされております。これは高齢者の方にも支え合いに加わっていただくために支払っていただいているものでありまして、その分を先に述べた負担の割合を超えて他に転嫁することは支え合いの考え方を揺るがすことになります。介護保険制度は全国一律の制度であることから、保険料の軽減については本来法制度の枠組みの中で対応すべきものと考えておりますし、市町村が独自に保険料を軽減する場合には一般会計からの繰り入れではなく保険料を財源として行わなければならないといった国の原則は従前通り変わりませんので、本市独自に公費を投入しての軽減は制度上困難であると考えております。本市といたしましては、所得の高い方にご負担をお願いすることで、低所得の方の負担を据え置いて、保険料の設定といたしました。3点目の介護サービス、利用者負担への減免についてでございますけれども、災害にあったり、所得が激減した場合には、利用料の減免制度を適用いたします。災害などにより全焼や全壊の場合は10割、また半焼や半壊、床上浸水などの場合は状況に応じて5割から10割の利用料を減免します。また主な生計維持者の前年所得金額が400万円以下で、死亡、疾病、廃業、失業などによって当該年度の所得見込み額が前年度所得金額と比べて2分の1以下に減少した場合も5割から10割の減免を行います。利用料が2割負担となる方に対しましては減免制度についてこれまで以上に丁寧に説明し、制度改正の内容に理解が得られるよう周知に努めてまいります。副市長、浅井文彦君。子ども・若者支援に関するご質問にお答えをします。本市では昨年4月に全国に先駆け、子どもや若者のみならず、保護者や教職員などのあらゆる悩みや不安に対して、ワンストップで総合的継続的な相談や支援を行う中核施設として子ども・若者総合支援センターを開設いたしました。開設から本年2月末までの11ヶ月間で相談対応件数は延べ1万件を超え、当初の予想を上回る相談の多さに改めてセンター設立の意義と使命の大きさを痛感いたしているところでございます。4月からの子ども未来部の創設に伴い、子ども・若者総合支援センターが子ども未来部に加わるわけでありますが、その利点といたしましては、さまざまな子ども・子育て施策との有機的な連携が可能になることから、センターがこれまで積み上げてきた支援の方策や課題が、子ども未来部に属するそれぞれの課が持つスキルや情報によって、より多面的な支援が期待できます。また途切れのない継続的な支援、さらには問題解決までの見届けも保育所などとの連携によりさらに強固なものにすることが可能になるものと考えております。これらのことにより子どもや若者が安心して成長できる社会づくりをさらに進めてまいる所存であります。市長が提案説明で述べましたように、子ども未来部は子どもや子育てに関わる政策を包括し、
少子化対策の総合的な企画立案及び戦略的な事業展開を図るのみならず、児童手当などの各種給付や一人親家庭の自立支援、質の高い保育の提供などを行い、さらなる子育て環境の充実を図るものであります。その中で子ども・若者総合支援センターは、引き続き子ども・若者を取り巻く総合的な相談や支援を行う中核施設として子ども・若者支援を担っていくものであります。いずれにいたしましても子育て支援、子ども・若者支援とも重要であり、部内の連携により各々がさらに充実したものになるものと考えております。子ども・若者支援官、坂口忠志君。子ども・若者総合支援センターについての2点のご質問にお答えします。まず1点目は、義務教育終了後の若者の相談件数と相談内容の特徴についてであります。昨年度まで本市には義務教育終了後の若者専用の相談窓口はございませんでしたが、センターが開設されたことによりまして、多くの方にご利用いただいております。センター開設の昨年4月からこの2月までの義務教育終了後の若者の相談件数は延べ1236件であり、これはセンター全体の相談件数の約 12% となっております。このうち高校生が836件、高校生以外の成人前までの若者が400件でありました。高校生の相談内容は、学校生活や家庭生活で発生した人間関係のトラブルと、その先に生ずる不登校や中途退学、非行問題などが多く、高校生以外の相談内容は、就学、就労と引きこもりの問題が多いという特徴がございます。とりわけ、引きこもり者の就学、就労支援にあたっては、子ども自身にある特性に加え、幼少期からの各発達段階で身につけるべき課題が身についておらず、また家庭での養育環境等の要因が根深く絡み合い、センターでの支援だけでは困難なケースが多いのが実情でございます。この課題の対策としまして、来年度には NPO や関係機関とのネットワークの強化を図る若者支援ネットワーク事業を立ち上げる予定でございます。次に2点目の、子ども若者総合支援センターの支援対象年齢の拡大についてお答えします。センター全体の相談件数は2月末現在ですでに延べ1万件を超え、当初の予想を大きく上回り、親子教室や幼児支援教室といった支援の場の問題や相談支援にあたる職員1人当たりの受け持つ件数が増加していることも挙げられます。また単に量的な問題だけではなく、相談支援にあたる職員の資質確保の課題もあると考えております。さらに今後もセンターの果たす役割の周知とともに、義務教育終了後の若者の相談のみならず、乳幼児の保護者及び学校の先生からの相談がさらに増加することが見込まれております。こうしたことから、議員のご質問にありました対象年齢の拡大につきましては、現在のセンターが持っている能力から勘案しますと難しいものであるというふうに考えております。今後も就労就学の困難さを抱えながらも、どこにも相談できないでいる義務教育就労の若者の声をしっかり受け止め、課題を整理し、自力解決できるエネルギーを高め、次のステージへつなげられるよう、引き続き関係機関と連携に努めてまいります。企画部長、牧野俊明君。
地域の事務所の住民サービスに関するご質問にお答えをいたします。今回人口減少や高齢社会に対応し、総合計画基本構想にあります多様な地域格のあるまちづくりに向け、都市内分権推進構想案を取りまとめております。その中ではおおむね10年後の地域の将来について、住民自治、住民サービス、地域の生活機能の拠点の3つの観点でその方向性を示したところであります。この構想案におきましては、地域の住民サービスの考え方の中で、本庁舎が管理的・悲観的な機能や窓口機能の役割を持つ一方で、地域の事務所は地域の窓口として時代の変化に沿った機能や在り方についてお示しをしたところでございます。構想の検討にあたりましては、事務所の利用実態や事務所に求める機能について市民の皆様の意識や実態を把握することを目的に、平成26年7月に事務所の窓口の利用者と市政モニターを対象として、また10月には市民意識調査の対象者にアンケート調査を実施いたしました。その中で ICT の進展や社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度が進展した際に、将来利用したいサービスについての設問では、コンビニエンスストアでの証明書発行やパソコンや携帯電話での証明書発行の回答が多く寄せられました。こうした市民の皆様の意見も踏まえますと、現在の地域の事務所は証明書の発行が業務の 7、8割を占めておりますが、主な業務となっておりますが、 ICT の進展や来年1月から始まります社会保障税番号制度、マイナンバー制度により、申請時に住民票などの証明書が不要となり、将来的に戸籍謄本が不要となることも検討されており、コンビニエンスストアでの証明書発行も進むことから、地域の事務所に求められる機能は大きく変わってくると予測されます。将来を見据えた地域の事務所の機能や在り方については、マイナンバー制度の進捗度合いなどを踏まえつつ、高齢者を中心に対面サービスを重視したぬくもりのある地域の窓口として、福祉の機能の充実を図る一方、コミュニティセンターにある保健機能との連携強化や、住民自治の拡充の観点からは、地域のまちづくり活動を支援する機能を持った地域の事務所になるものと考えております。20番中川優吾君。ありがとうございました。まずはじめに市長に新年度予算の、新しい福祉健康医療基金について、お聞きをしました。答弁ではこの基金何に使われるかというと、将来の備えが必要だろうということで、生活保護や障害者、予防接種、医療、保健所、健康づくり、後期高齢ということで、結局のところ市との目的がはっきりしない。基金というのは庁舎を建てるための基金、庁舎整備基金とか、それから、図書館の整備基金、このようにゴールがはっきりしていて、それに対して積み立てるというものなんです。今おっしゃったように、福祉や健康、医療に関することだったら、制度の給付も、それから建物を建てるのも何でもありというふうに私は聞こえてしまいます。議会で審議をするときに、この10億円、そしてこの先30億円にこの基金が積み上がると言われていますが、一体将来具体的に何に使われる基金なのか明確に示されないと、私としても審議がしづらいと思います。ハードなのかソフトなのか、ターゲットやゴールの設定が何なのか、これはっきりする必要があるのではないでしょうか。私のこの思いというのは、市長も分かっていただけると思うんですが、地方自治法でもこの基金というものは特定の目的を定めた上で基金を積み立てると言っています。
将来何かに必要だからという理由で積み立てるのでは、これはここまで市民の暮らしが大変なときに、私は市民の理解得られないのではないかと思います。いかがでしょうか。もう一度特定の何に使われるのかお聞かせください。介護保険事業について福祉部長に、ご答弁いただきました。いろんなことをお聞きしたんですけど、一つは保険料の滞納、そしてその滞納によって実際に介護サービスが制限されている状況について具体的にご説明をしてもらいました。介護保険の制度というのは、保険料が支払えずにずっと行きますと、滞納分というのは遡っても2年間までしか支払うことができないんです。それよりもっと前に滞納があった場合は、先ほど部長がおっしゃられたような実際に介護認定を受けて、さあ介護を受けるとなったときに利用料が3倍になったり、または償還払いの制度になります。ですので本当に必要なときに受けられない、これは窓口でも、そして事務所でも事業所でもどうすることのできないような事態が増えております。根本的な解決としては、払いたくても払えない、こういう滞納を減らしていくしか私は方法がないのではないかと思います。先ほどの部長の答弁にもありましたけど、今回の介護保険法の改定で公費の投入による低所得者の保険料軽減というのが初めて法制化されました。保険料自体は引き上げられましたが、それでも低所得者の、階層は料率が軽減されています。対象は市民税の非課税世帯ということで、この現在どういう方が滞納に陥っているか資料を出していただいたので少し見ました。おっしゃる通り、第一段階、生活保護とか、それから老齢福祉年金の受給者の方というのは、その7%から1割の方が滞納をしています。ですので今回のこの保険料の国による軽減というのは、この人たちにとってはまだいいものになりますが、それ以外にも特徴的なものがあります。全滞納者の中で数が多い、最も割合が多い、所得段階はどうだということで調べてみますと、まず最も多いのが第二段階、これが所得80万円以下、年金でいうと200万円以下ぐらいの方で、25%、650人の方が滞納をされています。この第二段階の方は、今申し上げた低所得者の保険料軽減が、適用され、平成27年度から28年度は、プラスの300円だけの引き上げに抑えられました。そして平成29年には両立と値下げもできるのではないかという資料になっています。そして2番目に滞納が多いのが第5段階、これはどういう方かといいますと、世帯は課税され、本人が非課税という場合、所得は80万円以下ですので、年金が200万円以下ぐらいの方、月16万円以下の年金の方です。 20%、500人前後の方が滞納されています。次に多いのが第7段階 15%、 400人の方が滞納されていますが、どういう方かといいますと、本人課税されている、所得が125万円未満ですので、年金でいうと250万円ぐらいですかね。だいたい1ヶ月の年金20万円未満、10万円台の年金の方ではないかと思います。15%、 400人前後の方が滞納されている。要するにこの第5段階、第7段階、全滞納者の中で割合が多い階層ですが、ここはこの国の今回の低所得者軽減策の適用外になるわけです。来年度で
1万円から2万円の引き上げ、そして平成29年にはさらに今に比べ3万円ほどの引き上げが検討をされています。この第5段階第7段階というのは、本来年金がある方は保険料は年金から天引きです。ですのになぜ天引きされておらず滞納という状況になるかといいますと、これは実態はよくわからないそうですが、おそらく生活費に充てるために自分の年金を担保に生活費として借金をされている場合、こういう場合が最も多いのではないか、それ以外には考えられないのですが、そのように思われます。もともと年金から直接天引きをされるのが介護保険料ですので、滞納というのは仕組み上悪質なものではないという思いもしております。この多い第5段階第7段階については、これは他の第4段階や第6段階に比べ3倍近くも滞納の割合が多いわけで、これは岐阜市の保険料の設定に私は何か問題があるのではと思います。こうした特徴も踏まえ、この特に滞納者が多い部分について独自で岐阜市が保険料の減免ができないかお聞きをしたいと思います。また部長は制度上この一般会計からの繰り入れは困難だということもおっしゃいました。ただですね、おっしゃる通りこの介護保険の特徴というのは、介護サービスの利用が増えれば増えるほど全体予算が膨らんで、その中の5割が保険料で賄わなくてはいけないという制度上の矛盾もありますが、この部長がおっしゃった厚労省の原則というのは法的な拘束力も根拠もないことは明らかになっています。私も資料をいただきましたが、2002年の参議院の厚生労働委員会で当時の坂口労働厚労大臣が一般会計からの繰り入れは可能だということを明言をされています。地方自治体が国の原則、先ほど部長がおっしゃられたその原則を乗り越えて繰り入れをやるというところも100いくつあると説明した上で、この原則というのはあくまで助言であり、一般会計からの繰り入れをやるなとは言っていないということです。ぜひこの委員会でのやり取りも確認していただいて、一度ですね、特にこの滞納が多い特徴的な第5段階第6段階の方の減免や保険料の引き下げ検討できないかどうか、もう一度お聞かせください。利用料の2割の問題については、丁寧に説明をして減免についても説明をしていきたいということですので、了解いたしましたが、これ参議院でこの問題で付帯決議が出されています。この利用者の負担が倍に引き上げられるということで、必要な介護サービスを受けられない、また受けるのを控える方が増えるのではないかということを心配して、そういうことが起きないよう十分配慮することという付帯決議が出されています。そもそも国の政令の撤回というのが第一だとは思いますが、必要なサービスの利用控えが起きないよう、前年の所得という方式が生み出すさまざまな問題や矛盾に対しては、独自の軽減措置や丁寧な減免の説明というのをよろしくお願いいたします。子ども若者支援について、お答えいただきました。副市長のお話の中で、若者支援というのは重要と言いつつも、政策立案や企画立案は少子化対策のみ、若者支援についての政策立案、企画立案も私は必要ではないかと思います。まずは若い世代が安定した仕事について生活基盤をしっかり得ることが最優先であり、これは
行政が避けて通れるものではありません。例えばですね、今回の子ども未来部というのは、今までの子ども家庭科や保育事業部など、実績のある分野を集めたという、一極化したという、そういういいところもありますが、その反面、もう一歩踏み込んで、少子化対策だけでなく、若者支援そのものについても、私は取り組んでいく必要があるのではと思います。もう一度、この点についてお聞かせください。また今ですね、10代より20代後半から30代の方が抱える問題の方が深刻になってきています。失業率も問題になっていますが、失業されて完全な失業者ではない、アルバイトなどで生活をしている、いわゆるフリーターと呼ばれる方が15歳から34歳の中 6.8% に占められています。でその中でもうちょっと細分化しますと、2011年を境にこのフリーター率というのは15歳から24歳よりも25歳から34歳の方が高くなっています。不安定雇用で働いている労働者のうち正規雇用を望んでいるという割合も若者になるにつれて高くなっています。将来の展望、自分の生き方、生活基盤などに模索しているという方が20代30代は非常に多いのが現在の特徴です。岐阜市としても政策的な取り組み、企画立案も必要だと思われます。この点についてもお聞かせください。最後に、新市庁舎と地域の事務所の在り方についてです。お答えいただきました。企画部長のご答弁で、今8割を占める証明書の発行が今後機械化され、この先大きく事務所機能というのが変わっていく、そして相談支援の位置づけが高くなるということをおっしゃいました。現在の柳津振興事務所での取り組みもモデルに、決して縮小するのではなく、市内の他の地域事務所でも福祉関係の手続き、また高齢者の方への相談体制、充実させていっていただきたいと思います。合わせてですね、この都市内分権構想に関連して行政部長に1点お聞きいたします。27年度の当初予算に新市庁舎建設にあたっての基本実施設計費1億7000万円が計上されていますので、お聞きします。地域の事務所ので窓口の相談支援が充実するということを、企画部長お答えいただきましたが、充実するということはその分、本庁の窓口や相談スペースの規模にも私は影響してくるのではないかと思います。新市庁舎は現在の庁舎の 1.7 倍、約20階建ての高層ビルと想定されていますが、人口は減少するという推計ですし、さらに地域事務所は今よりも規模が大きくなる、充実をしていくということです。庁舎の規模や費用を抑えたコンパクトな新市庁舎という検討もできるのではないでしょうか。またこの都市内分権構想に基づいた実際の地域事務所の体制の構築というのが平成28年度から32年度までに行われます。新市庁舎の完成予定と言われているのも32年度ですから、スケジュールも一緒です。この都市内分権の構想も基づいた検討の余地があるのではと思いますが、いかがお考えでしょうか。お聞かせください。以上で2回目の質問を終わります。中野議員、はい、あのね、子ども若者の質問ね、歳出、2点とも、はい、市長、細井重光君。はい、市長。
基金の目的に関するご質問にお答えいたします。今回先ほどからはルールご説明申し上げましたように、設営をしようとする基金の特定目的というのは、市民の皆様方の健やかな生活を支える福祉、健康、医療に関わる行政サービスと、こういうふうに申し上げました。これはですね、地方自治法241条におきまして、条例の定めるところによって特定の目的を持った基金を造成していいというふうに書いてあるわけでありまして、その特定の目的というところについてはいろんな幅があるわけであります。ですからこれは条例の中でその目的をどうするかということを明記すればいいわけでありまして、例えばこんな、これは今存在しておりませんが、岐阜市では現在元気な岐阜応援基金というのを持っております。でこれの前身となる基金はもともと福祉基金という基金を岐阜市で持っておりまして、でその福祉基金の目的は福祉に必要な経費を財源に充てるためという目的で、こういう基金をかつて持っておりました。ということもこれあり、いろいろな、例えばご指摘のようなハードに限定するとかですね、ソフトに限定するとかということだけではなくて、それぞれの特定の目的に対して、こういうものを造成することができるということであります。例えばハード、ソフト両方にも使えるということで言えば、例えば柳津地域事業基金というのがありまして、これは岐阜市柳津地域振興事務所において実施する一部の事業に充てるためというふうに目的を限定しております。そういう意味で今回こういうものを作ったわけであります。福祉部長服部剛君。介護保険事業についての再質問にお答えします。第5第7段階の方の滞納率が高いために私費による保険料の低減ができないかということでございますが、所得から見ますと、十分納めていただける金額設定にしてあると思いますけれども、ご指摘のように、例えば年金等の差し押さえとか、担保に借りられるとか、そういったような、いろいろさまざまなご事情があると思います。そういった場合は、やはりしっかり相手のご事情を聞いて、例えば減免等の対応ができるなら、そういった相談に応じてまいりたいと思います。副市長、服部、ごめんなさい。副市長、浅井文雄君。子ども・若者総合支援に係る2点の再質問にお答えをいたします。まず最初に、子ども未来部との関係において、子ども若者総合支援がどうなるかという、そういう点でございますけれども、子ども若者総合支援は教育、健康、福祉、あるいは就学就労支援など、さまざまな分野での問題を総合的に支援するということであります。従いまして、子ども未来部におきましても、部局を乗り越えた機能を有機的に結びつけることが、子ども若者支援をも一層充実させるものと考えております。子ども若者総合支援センターはさまざまなご意見ご提言を踏まえ進化し続ける組織であります。センターが子ども未来部へ加わりましても、子ども若者の支援につきましては引き続き子ども若者総合支援センターを軸にしっかり対応してまいる所存であります。もう一点の、年齢の関係でございますけれども、20代30代の、方の対応につきましては、子ども若者総合支援センター、教育委員会、健康部などが連携して対応してまいる所存であります。行政部長、松野正人君。
地域の事務所の行政サービスと新庁舎の規模についての再質問にお答えいたします。本庁舎の機能につきましては、戸籍や住民票等の登録証明事務も行っておりますが、その主たるものは行政経営の意思決定や総務や人事等の内部管理、全市的な政策や施策の企画立案や予算編成、さらには高度な専門性が求められる介護、福祉、子育て支援等の相談窓口等の基幹的な機能でございます。こうした基幹的な機能につきましては、今後見込まれる人口減少や高齢化、あるいは地方分権の進展に伴い、行政需要の高度化、多様化、複雑化が進むことによって、より一層充実させていくことが求められるようになるものと考えております。加えまして、本市を取り巻く社会経済環境が日々厳しさを増していく中、今後も持続可能な行政経営を維持していくためには、たゆまない行財政改革の継続はもちろんのこと、効率的な組織運営や限られた人的資源の有効活用などの観点から、基幹的な機能は本庁舎に集約していることが合理的であり、また必要なことであると考えております。また、新庁舎の規模につきましては、岐阜市庁舎の在り方検討委員会におきましても、地域の事務所との関係性も含め、十二分にご審議いただいており、委員会における議論やご意見等を尊重し、踏まえて、新庁舎建設基本計画を策定したところでございます。いずれにいたしましても、新庁舎建設期につきましては、市民の皆様や学識経験者、さらには議会など、さまざまなご意見を伺いながら、慎重に検討を重ねてきたところでございます。しかしながら、岐阜市100年の大計ともいえる、大変重要な事業でございますので、今後、策定がされます、都市内分権推進構想の内容も確認しながら、真に必要とされる機能や規模を精査し、市民の皆様にとって利用しやすく、未来に向かって持続可能な新庁舎となるよう設計してまいりたいと考えております。20番、中川優子君。はい、ありがとうございました。市長に基金のことを答えていただいたんですけど、私の記憶が正しかったらなんですけど、福祉基金というのはもともと寄付であれは設立されたものじゃないかと思います。岐阜市が予算を入れて積み立てる性格とは私は違うと思います。それで今市長がおっしゃられたような内容でこの基金が設立されてしまいますと、今議会で、この10億円でが何に使われるのか分からず積み立てられることにもなり、私はこういうやり方というのはあまり良くないのではないかと思います。申し上げておきます。はい、それから2点目の、介護保険ですけど、滞納世帯の事情を、詳しく聞くということでした。ぜひ聞いていただきたいということと、ぜひこの滞納世帯かなり量が多いですので、実態調査を行う必要があるのではと思います。要望をしておきます。3点目、子ども若者総合支援センターです。これも要望いたしますが、子ども若者支援官も答えてみえました。年齢の引き上げに課題なのは人材の確保、そして今予測を超えたくさんの相談が来ていて、これ以上増やすと手一杯になってしまうということでした。私も近くで見ていまして、それは納得できるところです。この人材の確保なんですが、一言申し上げておきたいと思います。
子ども若者総合支援センター、総合的に、また継続的に支援をする場所です。人材が必要、資質の確保が重要とおっしゃられましたが、ここの職員、103人見えますが、正規の職員は27人、残りはすべて嘱託職員と臨時職員、非正規の職員の方で回しておられます。ですので、人材確保が必要と言いながら、私はこれは正確にそぐわないのではないかと思います。こういったところについても対応をしていただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。お別れします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれで宴会することに決しました。本日はこれで宴会します。なお、明日の本会議は午前10時から開きますので、定刻までにお集まりを願います。